どうも、猫の目です。今回、猫の目カフェのオリジナルエプロンみたいなっていうか、まあそうなんやけど、を作りました。で、この、まあ肩掛けタイプっていうんかな、この普通の、まあエプロンみたいな、こんなやつと、この腰に巻くタイプ、こうこんなして、ちょっと見えとらんけど、こう、わかる。の、2種類を作りました。で、このエプロンはもうずっと作ろうと思いよって、 YouTube 始めてちょいぐらいの時ぐらいからなんかいつか作りたいなみたいな、まあ、作れはするんやけど、誰でもなんかいい感じになってきたらこう作りましたみたいなやろうと思ってたんで、めっちゃ嬉しいです。今めっちゃ嬉しい。いや、しかも良くない？普通にとか言うとあれやけど。で、まあ、生地とかどうしようかなと思ったっちゃけど、俺が動画でさ、腰巻きがデニムで、で、あれ友達からもらったやつなんよね。リーのやつなんやけど。で、まあデニムすげえいいなと思って、現場感とかあんまないっちゃけど、まあ家でやったらこのデニムとかは割と着やすいし、で、まあ破けたりとかもなかなかないやろうけん、まあデニムの生地に、このロゴ、俺のこの、ちょっと頑張って作ったんやけど俺、まあこの猫の目カフェって書いとって、こう猫のマークがこう尻尾タランってっていう感じの、デザインになってます。まあシンプルやけんね。まあシンプルの方が使いやすいかなと思って。販売が、もう今日しとるんよね。今日から。今日からしとって、1月15日から、2月の15日までが、こう注文期間みたいな。注文受付期間みたいなやつで、2月15日で閉まって、そっからこう作って送りますみたいな感じやけん。その注文してすぐ届くとかじゃないよね。やけちょっとそれは申し訳ないっちゃけど、届くのは、2月の下旬から3月初旬ぐらいらしいです。いや、らしいですっていうか、もちろんこの、俺がこう、折り寄るわけじゃないけんさ、アパレル制作のラブラボさんっていう会社に、もう、全部してもらってるんやけど、いろいろ、販売サイトを作ったりとかしてもらって、まあ、その分、その、売り切れとかはないけんが、じっくり考える時間というか、考える時間はあるけん、まあ、必要な人は買って、使ってくれると嬉しいなっていう感じです。で、ちなみにこれは、刺繍なんよね。プリントやなくて。まあ、お菓子作りとかってめっちゃこう、粉とか舞って汚れるやん。だったらまあ、プリントやと、多分こう、洗濯何回かしたら、擦れていくんかなと思って、この刺繍になってます。販売サイトとかは、概要欄に書いてるのと、で、あと、ツイッターと、あと、インスタはそう、リンクが貼れるのよね。そっから見てみてください。で、俺が今まで着よったやつ、コックコートと、友達にもらったサロン一着でね、動画回すの結構きつかって、洗濯で乾いとらんとかなって、やけん、まあこれだったりとかこれだったりとか、あとは今までのやつもこう回してきていく感じで、やっていくんで、まあちょっとお揃いでやりましょう。やりましょうということで、今回はね、このお知らせだけやけど、まあちょっと次の動画の紅茶のこうなんかかっこいい感じのケーキも今絶賛編集中なんで、こっちも楽しみにしておいてください。じゃあ、お疲れ様でした。バイバーイ。